嫁さん。どうだ、みんな美人ばっかりだろ、このスケベ。アホか。さては男もいるだろうとか思っているな。あのな、今の時代男とか女とかって垣根は必要ないって父さん思うぞ。そういうことだから今日からしばらく一緒に暮らしてみろ。はぁ、その上で誰かを選ぶもよし、選ばないのもよし、決めるのはお前だ。ちょっと待て、一緒にって。ただくれぐれも言っとくが、子供はまだだからな。じゃあな。おい、何勝手なこと言ってんだよ。おいおい、メッセージに言っても聞こえねっつーの。そういうことなので今日からよろしくお願いします。お腹すきましたよね。私ご飯作ります。何がいいですか。自分ばっかりアピールずるい。僕はデザート作れます。イリアも抜け抜けして。そのつもりじゃ。みんなで作りましょうね。そんなことより、疲れた体にはまずお風呂よね。私マッサージしてあげちゃう。邪魔なんかじゃないわよね。おい、私に任せて。